冒頭特にございません。同居者の方です。新型コロナ感染拡大で史上初の1年延期となりました。東京五輪が本日23日の開会式に先立ってソフトボールの競技が福島市でスタートしました。依然として感染状況が改善せず、世論の厳しい見方もございますが、どのような五輪にしていきたいとご紹介をお願いします。本日開会式に先駆けて福島あづま球場で女子ソフトボールの試合が行われ、これを皮切りに8月8日まで東京オリンピックが開催されることとなります。つい先ほど福島あづま球場で行われた日本対オーストラリアの試合は終了し、日本代表が8対1でコールド勝ちを収めたと聞いているところであります。世界で40億人がテレビなどを通じて視聴すると言われるオリンピック・パラリンピックでありますが、世界中の人々の心を一つにする力があり、また新型コロナという大変大きな困難に直面している今だからこそ、世界が一つになれること、そして全人の努力と英知によって難局を乗り越えていける、こうしたことを東京から発信する東京大会にはそうした意義もあると考えております。選手の皆さんにおかれてはオリンピックを目指して、そして今回は1年延期するという過去に例のない現実と向き合っていただきながら、またコロナ禍でありますから大変厳しい練習環境でもあったと思いますが、トレーニングを重ねて本番を迎えておられるわけであります。最高のパフォーマンスをぜひ発揮をしていただきたいというふうに思っております。これから順次競技が進められていくというふうに思いますので、そうしたパフォーマンスを多くの皆さん方がテレビなどを通じて見ていただくことを期待しているところであります。東京大会の成功ということについてはこれまで申し上げてまいりましたけれども、安全安心な大会、そして今申し上げたアスリートの皆さんにこれまで積み重ねてこられた厳しいトレーニング、その成果を十分に発揮をしていただきたいというふうに思いますが、また感染に関しては大会期間中、そして大会終了後も日本国内の感染拡大を抑え、また防止につなげていく、このことが重要だと考えております。選手関係者だけでなく国民の皆さんの力もこの成功には大変必要であります。家庭でのテレビ観戦などを通じてアスリートの皆さんに精一杯の応援を送っていただくなど、国民の皆さんにぜひともご協力をいただきたいというふうに思います。選手の中です。加盟しております。一方でですね、選手や関係者の感染が今大会相次いでいて、多くの濃厚接触者が出たサッカー南アフリカ代表は初戦の日本戦の開催が危まれ、競技を通じた選手間の感染を懸念する声も上がり始めています。首都圏や選手、関係者の感染が急速に拡大した場合、日程や競技方式の変更、大会の中断などを主催者側に求めることはあるのか。コロナ禍での開催に国民から厳しい視点も向けられていますが、政府が掲げる安全安心な大会の運営をどのように担保していくのか伺います。まず大会時に選手が陽性、大会時に選手に陽性が発生した場合などを含め、競技運営のあり方については大会の実施主体である組織委員会 IOC、IPC、国際競技連盟いわゆる IF などが協議の上決定されるものと承知をしております。政府としては先日のオリパラ推進本部で菅総理から指示があったように、緊急事態宣言下での開催となる中で国民の命と健康を守るため感染対策を徹底し安全安心な大会を実現すること、水際対策に全力を尽くすとともに、海外から入国する選手や大会関係者の検査や行動管理を徹底すること、そしてセキュリティ対策などに厳重な対応を行うこと、こういったことを通じて最後まで高い緊張感を持った取り組みを行っていきたいと考えております。日本テレビの浜野です。話題があります。分科会の尾身会長が昨夜日本テレビの番組に出演し、このままの感染スピードなら2週間後には東京都内の新規感染者数が2倍になって、いわゆる第3波のピークを超え、新規感染者が3000人近くなるとの見通しを示しました。政府としても同じ認識でしょうか。またそのような事態にならないために、今後政府としてさらなる対策や啓発などを考えているでしょうか。全国の新規感染者数は直近1週間で10万人あたり約18と上昇傾向が続いております。また
首都圏だけではなく関西圏など多くの地域で新規感染者数が増加傾向となっており、本日午後厚生労働省のアドバイザリーボードが開催されることになっておりますが、感染状況などについて専門家による評価分析をしていただくこととしております。これまで長期休暇連休などで感染の拡大をしたことがあり、感染性の高い新たな変異株への置き換わりが進む中、政府としては7月のまさに明日からの4連休やお盆の時期をはじめとする夏休み時期における感染拡大を抑えていくことが重要だと考えております。この点は尾身分科会長とも認識を共有しており、先日尾身分科会長から夏休み期間中の感染拡大を防ぐためのメッセージが出され、これを都道府県や関係府省庁にも政府が周知も図ったところであります。国民の皆さんには引き続き自粛等さまざまなご負担をおかけをするわけでありますが、ぜひ引き続き感染防止対策を徹底をしていただくとともに、この感染一進一退を続ける感染状況を、これを脱していくためにも感染対策の決め手となるワクチンの接種、これをしっかり進めていくことが必要だと考えており、政府としても各自治体ともよく連携をし、また医療関係者の皆さんの協力もいただきながらですね、ワクチン接種に全力で取り組んでいきたいと考えております。朝日新聞の菊池です。よろしくお願いします。関連でございします。仮に3000人近くになると、いわゆる第3波とされる年末年始を超える過去最多の数字になるわけですけれども、尾身会長のこの見通しについて、政府としても危機感を持っているんでしょうか。尾身会長の発言、ご発言はこのままのスピードで感染が広がるとという、こういう前提の中で2週間後を等々と、こういうことをおっしゃっておられるわけであります。まさにそうした状況にならないように、もともと今回の緊急事態宣言をお願いした時もですね、今後増えていくという可能性、これを踏まえた上で対応させていただいているわけでありますから、まさに国民の皆さんのご協力もいただきながら、一方で感染拡大防止をしっかり努めていく、そして医療提供体制に対してもですね、しっかりそうした対応を図りながら、そして先ほど申し上げたワクチンの接種、これをしっかり進めていく、でこういう対応をしていきたいと考えています。朝日新聞です。重ねてございます。今お話がありましたが、ワクチンの効果でですね、新規感染者が増えても重症者の増加は以前より抑えられるという分析もあります。先ほど尾身会長のこの新規感染者増の見通しがありましたけれども、政府としては新規感染が急増してもですね、医療体制の逼迫などは以前の第3波の時のとは異なるという見方もお持ちなんでしょうか。これまで申し上げておりますように、東京都の状況などを見ると、その新規感染者数に占める65歳以上の方の割合がかつて 20% を超えるような状況があったに対して、最近は 5% を確か切っている水準になってきている、こういった意味で明らかに動向は変わってきているというふうには思いますが、しかし引き続き新規感染者数が増えれば入院される方も増えてきますし、また重症になる方もおられるわけでありますから、そうした状況をよく見極めながらですね、必要な医療の体制、これはすでに厚労省から従前に比べて確か倍くらいの水準の体制をということを各都道府県にも求めておるというふうに承知をしておりますので、医療提供体制についてもしっかりとした体制を組んでいきたいというふうに思います。読売新聞の山崎です。お題があっても北海道の感染状況とまん延防止等重点措置の適用検討状況について伺います。北海道は昨日夕方に行った道の対策本部会議で、政府に対してまん延防止等重点措置の適用を要請する方針を決めました。現時点で、要請の有無ですとか、政府内の検討の状況、今後の対応方針をお伺いします。北海道の感染状況については、昨日の時点の状況を見ると、10万人あたりの直近1週間の感染者数は12人、札幌市で見ると25人となっており、札幌市を中心に新規感染者数が増加をしております。また北海道の病床使用率は約 14%、重症病床使用率は約 5%、札幌市内で見ると病床使用率は 27.7%、重症病床使用率は 3.5%。若干日にちの時点が違いますけれども、そういう状況になっているということであります。で、そうした中で北海道において昨日、道の対策本部が開催され、中心都市である札幌市において、
デルタ株の確認が急速に増加する中、新規感染者数が急増しており、全道の感染拡大につながる恐れがある。入院患者数も増加をしており、このまま新規感染者数が増加した場合には、医療機器提供体制が逼迫する恐れがあるとして、政府に対してまん延防止等重点措置を適用するよう要請がなされたところであります。まん延防止等の考え方については、これまで基本的対処方針を踏まえということで申し上げてきたところであり、また都道府県から要請があった場合には、国会の付帯決議などを踏まえ、速やかに検討を行うとしているところであります。本日午後、厚生労働省のアドバイザリーボードにおいて、北海道も含め、全国の感染状況について、専門家にまず評価分析を行うこととしております。またこれまでも西村大臣、鈴木知事などとの間でですね、感染や対策強化の方向性についての認識の共有化も図れてきたというふうに考えております。すでに実施されている対策、そして今回北海道さらに対策を強化されるということも聞いておりますが、こうしたことを踏まえつつですね、引き続き北海道と緊密に連携しつつ、必要な対応についての検討を行っていきたいと考えております。北海道新聞の荒井です。関連でございます。北海道は、まん延防止等重点措置が適用された場合、飲食店の酒提供を今の午後8時から午後7時まで、営業時間を午後9時から、今の午後9時から午後8時までに、したいとの考えですが、政府の基本的対処方針では、重点措置地域は酒提供は原則実施中となっています。重点措置を適用する場合、北海道に対して酒提供の自粛を求めていくのでしょうか。もう一点、基本的対処方針分科会は、近々開く予定では今あるんでしょうか。まずは北海道においては、現在基本的な感染防止対策の実施に加え、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域との不要不急の往来の自粛、札幌市については飲食店に対する21時までの時短要請、酒類は一定の要件を満たした店舗に限り20時まで提供できるといった対策、これはすでに行われており、さらに明日から8月22日まで、札幌市内における飲食店については、以上申し上げたことに加えて、一定の要件を満たさない店舗に対しては酒類提供の停止を要請するとされていると承知をしております。先ほど申し上げたように、政府としてはこれまでの対策、そして今後の対策含めて、コロナ室北海道、あるいは知事と大臣の間でも認識の共有化が図られているというふうに承知をしております。その上で、緊急事態宣言等に、ごめんなさい、分科会については先ほど申し上げたように、そうした政策の効果、あるいは現状等、よく北海道とも共有を図りながらですね、また緊密に連携をしながら、必要な対応を検討するというのが今の状況で、具体的にいつ、その今申し上げた分科会等について考えているわけではございません。テレビの杉山です。新型コロナに関連してワクチン接種に関してお伺いします。一部報道でタマホームがですね、社内に事実上のワクチン禁止令を出していると報じられています。この企業もプレスリリースを出していますが、政府としてこうした事実を把握しているんでしょうか。また個別の企業ということですが、広く一般にですね、企業経営者などの立場が上といいますか、そういった方がですね、接種を受ける受けないを含め強制すること、またそのことによって扱いに差を設けることについて、法令上の問題がないかも含め、政府のご認識をお伺いします。まず個別の事例についてのお答えを差し控えたいというふうに思いますが、ワクチンの接種については、これまでも申し上げているように、国民の皆さんが自らの判断で接種をいただくと、これが大前提となっているわけでありますし、そうした環境を作ることが重要であると考えております。したがって、接種するよう、また接種しないよう強制すること、接種の有無により不当な差別的扱いを行うこと、これは適切ではないと考えております。またワクチン接種をしたことを理由として、労働者に自宅待機を強制することも適切ではないと考えております。また、仮にワクチン接種を理由として休業させた場合には、使用者は労働者に賃金の全部または一部を知らなければならないとされているところであります。いずれにしても、政府としてはワクチンの副反応、効果などを含めてですね、科学的知見に基づいた正確で分かりやすい情報を発信をしていく、
さらに新型コロナワクチンにかかる関係労働法令の適用関係についてもよく周知を図っていく、こうしたことを通じてですね、国民の皆さんが自らの判断で接種を受けていただける、こういう環境を整備すべく、さらに努力をしていきたいと考えています。東京市の村上です。話題があります。行方不明となり見つかったウガンダ選手についてお伺いいたします。東京五輪の事前合宿で滞在していた泉佐野市のホテルからいなくなったウガンダ選手が、三重県内で見つかりました。本人行方不明になった際に生活の苦しい国には戻らず日本で仕事をしたいとメモを残していたとされていますけれども、このウガンダ選手への対応、政府の対応をお伺いいたします。お尋ねの件については大阪府泉佐野市がホストタウンとして受け入れていたウガンダ選手団の選手の一人が宿泊先から所在不明となり、今月16日に同市から警察に対し行方不明者の届け出が提出されていた事案であります。警察において関係機関と連携し発見活動を行っていたところ、昨日三重県四日市市内において当該選手を発見したとのことであります。今朝の段階でこの選手は警察の保護下にあると承知をしており、まずは無事に発見されたことは発見されたことに安堵はしているところであります。この選手の今後の取り扱いについては本人の意思なども確認の上、関係機関が連携して対応するものと承知をしております。通信の中山と申します。五輪外交についてお伺いさせてください。フランスがマクロン大統領の東京五輪出席を発表しました。日本政府が現時点で確認している首脳級が来日する数、国の数について教えてください。また五輪外交の意義について政府はどのようにお考えでしょうか。オリンピック開会式出席に合わせて訪日予定の外国要人については開会式直前まで変動しうる要素がありますが、現時点において把握しているところでは、首脳級は15カ国期間程度、スポーツ大臣級は70カ国程度から訪日の予定となっていると聞いております。また東京大会を機に来日する要人らとの間で対面での倍会談を行うことは、対面の外交が制限されているコロナ禍にあって、個人的な信頼関係を築く上でも大変貴重な機会であるというふうに考えております。共同通信の方です。昨日の日英防衛省会談についてお聞きしますけれども、ボレス英国防相が年内に新たに艦艇2隻をインド太平洋地域に恒常的に展開させ、数年以内に沿岸即応部隊を出すと表明しました。この海域での英艦艇の恒常的な展開は対中牽制も含めてインパクトがあると思うとありましたが、日本政府として表面に対する見解と実際英艦艇が派遣された場合、飛行地の提供や補給などの支援をしていくかについても合わせてお聞きします。イギリスのウォレス国防大臣が訪日をされており、昨日日英防衛省会談が実施され、また菅総理への表敬も行われたところであります。両大臣の会談においては、今年予定されている英空母打撃群の訪日をはじめとする最近の日英防衛協力の進化について、双方が歓迎し、また地域情勢についての意見交換が行われたと承知をしております。会談後の記者会見において、ウォレス国防大臣は、今年後半から哨戒艇2隻をインド太平洋地域に派遣し、また今後数年間のうちに、沿岸対処部隊を展開させる予定である旨の発表をされたと承知をしております。本件発表に関する日英間の連携については、今後英側と具体的な協議が進められるものと承知をしております。こうした英国との防衛協力が自由で開かれたインド太平洋の実現、そして地域と国際社会の平和と安定に資するものとなるよう、今後も引き続き日英間で緊密な連携を図っていきたいと考えております。共同通信の方です。話題変えました。デイリー宇宙企業ブルーオリジンがテキサス州の施設から独自開発した宇宙船ニューシェパードを打ち上げて予定上通り着陸し
し、同社初の有人飛行に成功しました。Amazon.com の創業者のベゾス氏らが登場しておりますが、宇宙旅行が今後加速していくと言われますが、日本政府として見解をお願いします。Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が自ら設立した宇宙開発企業ブルーオリジンにおいて開発したロケットで宇宙空間に到達し、無重力状態を体験したと報道で承知をしております。また先週木曜日、野口さん、宇宙飛行士の野口さんがおいでになりましたけれども、野口さんもですね、3回宇宙に行かれたわけでありますが、その1回は民間の宇宙船のクルドラゴンを使われたわけであります。まさに宇宙分野における民間参入が相次いでいるということを認識をしたところであります。またさっき野口さんとの会話の中でですね、地球の重力を振り払って数分間無重力で青い地球を見る体験が可能となり、宇宙がより身近な存在になるという話、お話もありました。まさに今後、民間企業によるロケット開発が進展し、小型で安価なロケット打ち上げが本格することで、今申し上げたような体験も含めですね、宇宙活動全般の活性化が図られていくものと期待しているところであります。朝日新聞です。話題変わります。世界文化遺産の軍艦島についてお伺いします。いわゆる軍艦島での朝鮮半島出身者の労働条件に関する説明は不十分だとして改善を求める決議案をユネスコ近日中に採択される見通しです。現在採択前ではありますけれども、日本政府として今後具体的にどう対応していく考えなのか、またこの問題に対する日本政府の立場を改めてお聞かせください。ご指摘の決議案は現在開催中の世界遺産委員会において、まさにこれから議論されるものであり、今の時点でですね、予断を持ってコメントするのは差し控えたいというふうに思います。明治日本の産業革命遺産については、我が国はこれまでの世界遺産委員会における決議勧告、これ真摯に受け止め、我が国政府が約束した措置を含め、それらを誠実に履行してきたところであります。今後ともですね、我が国としてはこうした立場を踏まえて適切に対応していきたいと考えております。よろしいですか。はい、ありがとうございます。